うん、ご飯食べてミルクをたっぷり飲んで、うん、だいぶ元気になった。夜中にね、人のベッド登ってきてね、であっちドーンこっちドーンってやってね、それでハハ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 やった、うん、ベッドじゃなくてさ、フローリングでやりゃいいのにさ、もう目覚めちゃうの。夜中の2時半にやられて、4時に焼いて、6時にやられて、それちょっと困っちゃったんですね、うん、そう、 うちも一緒に寝てるんですけど、グーフィーがベッドの上で立ち上がるとすごい圧迫感じます、ね、もうすぐ座って、本当だよ、ね、すごい踏みつけられたりとかしたら痛いから、もうとにかく伏せしてって言って、ダッシュ、ダッシュ頑張れ、ダッシュ頑張れ、30キロ対50キロ あの、タのタのタのタ、運動神経では運動神経はね、話しちゃってもらわない、大丈夫じゃない、うん、待って待って待って、他にもしワンちゃんにびっくりしちゃうとあれかなと思ったら大丈夫、みんなラッシュで鍛えられてる。待てよ、待てよ。もしかしたら走ってちゃうかもしれない。喜んでちょっと。でもあれでしょ、戻るでしょ。戻ってきますね。呼び戻しができれば。結構一応避けれるんですけど、結構走ったりとかするときに人に当たったりとかすると結構。危ないよ。子供いないときの方がいいかもしれない。でもちょっとやってみれば。まあちょっと小ぶりだけどね、柴田としては。うちのが前のが39キロぐらいで、その前のが45キロぐらいだったから、まあそれでもどう考えたって。お腹の下入っちゃうんだもんね。お腹の下に入っちゃって余裕で。すっかりすっかりすっかり一緒に遊ばせてもらって、仲良しになってね。